はい、こんにちは。まーちゃんのまーらです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。仮面ライダージオの時間王権。デラックス最強ギレードです。はい、2019年2月9日本日発売のこちらの最強ギレード発売されましたね。ジオ2の武器だね。うん。うん、まだテレビ本編では出てきてませんけど、多分明日の放送で出てくるかなって感じだね。そうだね。うん、楽しみですね。じゃあ早速開けていく前に、黄金の5秒間に。チャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらがデラックス最強ギレードですね。でこっちがブレードユニットで、こっちがフェイスユニットだね。そう、フェイスユニットはもうジオの顔そのままですね。すごいね。じゃあ早速セットしてみましょうか。セットする方は若干斜めにしてつけた方がやりやすいみたいね。うん、よいしょ。はい、じゃあ細かく見ていきましょう。うん、まずここが握り手でトリガーありますね。うん、でこれがフェイスユニット、ライダー、思いっきりジオの顔だね。うん、そしてこれが剣先で、ここクリアパーツになってる。そうだね、軟質だね。そうだね、軟質でいいですね。うん、ラメ入ってて綺麗ですね。そうだね。じゃあトリガー引いてみましょう。はい、おう、なるほどね。うん、で必殺技はこのねフェイスユニットのこのレバーを上げるんだけど、うん、今ねこれ、ね、ライダーって書いてあるんだけど、上げることでジオ最強になりますね。はい、じゃあこれでトリガー、おお、結構ハオギリだね。ハオギリ、ハオギリ、結構いい音になったね。うん、今回ねボタン電池なんだよね。うん、太陽電池とか入れてないです。ボタン電池だけですね。すごい。うん、もう一つ必殺技があって、うん、今これライダーになってるんだけど、レバー上げてジオ最強にして、うん、もう一回下げる。お、そうするとライダーギリっていうのができるみたいなので、うん、やってください。はい、こんな感じでね、うん、この2つの必殺技があるみたいです。でこの最強ギレードはなんとこの時間ギレードと合体するね。そうだね、合体しますね。うん、合体方法はまずこのフェイスユニットを外します。そうするとこれもうすっごい軽いんだね。うん、で時間ギレードとこれで合体、おいった、いった、おお、あ、すごいすごい、結構大きな武器になった。おでこの状態でトリガー引くとどういう音なんだろう。あ、時間ギレードだけだ。そうだね。あ、そうだよね、こっちだって音鳴らないんだもんね。うん、そっかそっかそっか。必殺技いきましょう。うん、この部分にフェイスユニットをセットするんだけど、ジオ最強に変えなきゃいけない。はい、ジオ最強、はい、でこれをセット、はい、縦にしなきゃいけない。フィニッシュタイム。どうどうどう、こう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 か。はい、お願いします。連動してる。すごいね。すごい。キングギリギリスラッシュになったんだ。はい、じゃあちょっと遊んでいたライシンくんが見つけてしまいました。うん、なんとこの時間ギレード10モードに最強ギレードが、うん、よいしょ、合体する。合体する。すごいかっこいいライフルみたいになった。すごいすごい。ちなみにこれで必殺技やってみようか。うん。いけるじゃん。いける、いけるじゃん。いける、いける。これいいね。いけた。これはいいですね。剣よりいいかも。うん、はい、同じ合体系の武器のこのガイムのね、うん、ヒナダイダイ GT10、 ヒナダイダイ DJ10 体験モードと比較するとこんな感じですね。うん、どうだろう。あ、 DJ10 の方が大きい。うん、全体的に大きいね。すごいすごい。まあでもこの最強時間ギレードの方はジオの顔がある分存在感がすごいね。そうだね。こんなに大きいと遊びがあっていいよね。うん、僕は最強ギレード。パパは昨日ないない DJ10。
して対決だ。じゃあ必殺技いってやるぜ。こっちも痛いが、まあは仕方ない。私の武器は合体するのだ。うめえ、うめえ、こっちだって。だまさか合体するというのか。すぐにやるよ。どれしちゃった。ならば必殺技を下してやる。だってはい、ということで今回は仮面ライダージオの時間王権ディラックス最強ギレードでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン